ご視聴いただいている皆様こんにちは、ベイカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、おつまみパンを作っていきたいと思います。ご自宅におられる時間が長くなりましたよね。っていうことはご自宅でお酒を飲まれる機会もね、多くなったと思うんですね。ですのでね、こういったレシピをね、紹介していきたいと思うんです。今回のこのパンはですね、ベーコンの塩味、そして枝豆の優しい甘みが特徴になっておりますパンですので、お酒も進むこと間違いないと思います。そしてこのレシピもですね、こねない、そして低温長時間発酵というですね、冷蔵庫でほったらかしの発酵方法になりますので、非常に簡単な製パンになります。ですのでぜひ皆さんもですね、ご自宅で作ってほしいなと思います。まずはこちらの工程の動画をご用意しておりますので、ご覧ください。どうぞ。
では早速いただきたいと思います。いただきます。まあまずいわけないですよね。はい、いかがだったでしょうか。このカリッカリベーコン、このベーコンの塩味っていうのがね、非常に効いたパンになります。普通のベーコンを混ぜ込むだけであれば、もちろんベーコンの味はします。ですが、このカリカリベーコンにすることによって、ベーコンの塩味だったり旨味をね、ぎゅーっと閉じ込めるんですよね。それをパンと一緒、枝豆と一緒に食べることによって、ベーコンの塩味がより引き立つんですよ。ですので、その塩味と、あとは枝豆の優しい甘み、そしてパンの香ばしさですよね。それとワインだったりビールを合わせていただく、最高ですよね。こちらがですね、焼けたパンになっております。こちら釜入れ前に仕上げでオリーブオイルを塗って、その上に塩とブラックペッパーをまぶせております。これがあることによって味が締まりますね。これがなくてももちろん美味しいんですけども、軽く振ることによって食べた時の生地のこのパンとしての締まり具合、パンとしてトータルの味を見た時に非常に美味しくなります。ですので軽く振ってもらった方がいいかなと思います。こちらがですね、断面になるんですけれども、これ見ていただいたらお分かりだとは思うんですけど、枝豆とね、ベーコンがしっかり入っているのが分かりますよね。これは枝豆ベーコン、フィリングに対して生地の量が少ないんですね。ですので、パンの中にちょっとのフィリングじゃなくて、むしろフィリングを食べるためのパンみたいなイメージですよね。フィリングをまとめるのがパン生地であって、しっかり味わうのはもちろんパンの味もあるんですけども、このフィリング自体の味、これであればベーコンだったり枝豆を味わうようなパンにしております。ですのでボリュームをですね、そんなにしっかり出してませんし、しっかりとした食べ応えがあるパンに仕上げております。ですので非常に濃厚で食べ応えのあるパンだと思います。そういったところからもワインだったりお酒との相性は抜群だと思います。ではね、早速いただきたいと思います。いただきます。やはりね、想像してた通り、お酒との相性は抜群なパンだと思います。ごちそうさまでした。今日はですね、お酒のお供の枝豆ベーコンパンを作りました。非常に香ばしくて濃厚で、お酒も進むこと間違いないパンですので、ぜひですね、ご自宅でトライしてみてください。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私ですね、 Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければフォローをよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。じゃあね、バイバイ。